こんにちは浦田健です、えー、今日のテーマはですね12月9日に発表された平成29年度政府税制大綱の内容を皆さんとシェアしたいと思います。今回の税制大綱の内容は、えー、予想通り、えー、富裕層あるいは大屋さんにとってですね、えー、非常に、えー、注目すべきというか注意すべきというか内容になって たと思います大きくはですね、えー、3つあります。1つは相続税に関する国外財産の納税義務の範囲ですね。それからもう1つはですねタワマン節税にメッセが入ったということともう1つは高大地評価の評価方法が見直されるというこの3つのポイントが あろうかと思います1つ目の海外、えー、資産に関する納税範囲、えー、義務の範囲については、ですね大方の予想通りですね相続人、それから非相続人、両方ですね、今までは5年間を超えて、えー、海外に移住している場合には、えー、海外の資産に関しては、日本国内で相続税の納税義務はないというふうになっていました。 これがですね、10年以上、お互いに親も子も移住してないきゃいけないというふうなルールに変わります。相続税逃れのために海外移住していた人はですね、10年もですね、例えばシンガポールに行ってですね、箱庭で暮らしているというのはかなり酷な感じになると思いますので、まんまですね、相続税逃れの人はかなりきついんじゃないかなというふうに思います。気をつけけななきゃいけないの ことはですね海外に、えー、相続人、被相続人ともですね移住しても国内の財産に関してはこれ、えー、いつでもこう相続税の対象になりますので、えー、気をつけてください、えー、もう1つ目のタワマン節税ですけれども、まあ、こちらについてはですね、えー、こういう建物があったら上も下もですね、えー、その相続の評価が同じだったんですね。 これをですね、回数に見合ったその取引価格の反映の傾向ですねに反映させて、まあそう、固定資産税、都市計画税、あるいはあ固定資産税評価額が見直されることになります。この一律評価の盲点をつ,ついた相続対策というものがですね、いわゆるタワーン節税というのが、まあ、封じ込まれる。 嫌に聞こえますけどもまあ実際にはですね例えば50階建てのマンションで真ん中の25階を基準とするとするとまあえー、一番最上階の50階がですね約6%ぐらい、えー、税額が上がると で、えー、下の階に行くと6%ぐらい少なくなるというような感じですので、たった6%のプラスマイナス範囲ですから、これはあの相続の評価を考えた時には、ですねさほどその大きな差は生まないというふうに思っていいのかなというふうに思います。つまり えー、国は、ですね、えー、この固定資産税の評価をですねしっかりその回数に応じて見直すよというふうに言ってはいるんですけどもその効果というのは限定されますので、えー、引き続き えー、これは使えたま税はまあ、使えるのかなというふうに思います。えー、最後にですね、広大地評価についてなんですけども、この広大地というのは何かっていうと、あのー、例えば、えー、300坪とか500坪とか1000坪とかって持ってる地主さんがですねいたとして、まあ、これをサラチの評価にするとですね、相当相続税額っていうのがボーンと膨れるわけですね。ただし、こういったいっ ののの広さのある土地というのは例えば何か賃貸マンションとかで開発したりすると当然その。 道路を作んなきゃいけなかったり公園を作りなさいとかですねゴミ収集,収集所を作んなさいとかですね緑地制限があったりですねまあいろんなあの制限がこの開発行為というですね作業の中から出てきますで当然その全部の土地が使えるわけじゃないので,でその部分を値引いてあげようじゃない値引いて評価してあげるべきでしょうということで広大地評価の見直しというのがあるんですねでこれをあの、まあ いつですね、高台地の補正率っていうのが決まってはいたんですけれどもこれをですね例えば土地の形だとかですね各土地の個性ですね形状面積それからその立地とかに応じてまあ個別に評価補正をしていこうじゃないかということでどちらかというと高台地評価は今までよりも上がるケースの方が あの大きくなるとただ、えー、この具体的なあの補正の仕方についてはまだ出ていません、えー、こちらもですね平成30年の1月1日以降の相続から、この新しい高台地評価の評価、補正というものをかけてくるということになりますので、まあ、こちらもですねあの大きな土地を持っている地主さんは、えー、この補正率の評価方法、具体化がそれぞれしてくると思いますので、各自治体でもですね。 注目していいいたただきたいと思います税金に対してはすごく難しいですけれどもこの税制対抗でですねどのように国はですねどっから税金を取ってどこの税金を安くしてっていうようなですね必ずこのトレードオフのところで減税をするんだったら増税をする場所部分があるということでですね必ずバランスを取ってくるものです。どちららかかとというとこれから先はですね えー、いわゆる富裕層資産化に対して厳しい内容になってくると思いますので、まあ、十分ウォッチした上でえで、ー、適切なあの節税を図っていくようにしていきましょう。